お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、まあシーズンが終わったんで、まあいろいろね、そのマルチの話とかしつつ、あとメンテがあって、そうアップデがねあったんで、新環境ですね、また忙しくなりますってことで、まあいろいろ今後のね、どんな出来がいいのかとかも喋りつつやっていけたらいいなと思います。はい、ということで、とりあえず宝箱開けるんだけど、ライドラとラムライダーだけ持ってないから、あーどんまい。なんでここでラムライダー出れば美味しいけど、それ以外だと優秀オブ優秀ですね。しかも2枚、これめちゃくちゃありがたいですね。はい、ってことで、今シーズンはですね、そう最高6694ぐらいまで行ったんですけど、もうフィニッシュは64ってことで、マジずっとマルチしてたんですよ。オールでやって61とかまで落ちて、でどうにか65とかにも戻したんだけど落ちたみたいな感じですね。はい、ってことで500位とかですね。まあまあですね、まあまあというか、まあ自分的には全然ですね。はい、ってことで、今日はそうアップデートがあった、そういろいろって、まあ、とりあえずね、これ今日使うのもこれなんですけど、こんな感じのなんですけど、これですよ。その三重子が大きい、三重子の変化ですよ。10コスですね、これ痛い。で、もうこの時点で、まあ、結構僕三重子よく使うから、ラット下方的な感じでね、まあ、思われるというか、僕もそう思ってたんですよ。だけど、気づいたのが、これなんですよ。この、まさかの、じゃあ三重子10コストじゃないですか。ミラーって1コストプラス1なんですよね。ん?コストプラス1でユニット出すんですよね。じゃあ三重子どうするのってなった時に、まさかのですよ。三重子お得。お得。10コスでミラーできちゃいます。なんで10コスでレベル10、ん?レベル14か。14ですね。レベル14の三重子が出しちゃいます。ってことで、チートですね。はい、簡単にチートです。で、まあ、10コスっていうのがすごい重いんですよね。本当に。だから、まあ、これがどんぐらい変わったのかって、いうのですね。まあこれからいろいろ見ていきたいですね。はい、ってことで今日はこのデッキでやるんですけど、マジでおすすめしたいデッキがありすぎるんですよ。マジで鬼やって、紹介したいやつがマジであるんですよ。ありすぎて困るぐらいとですね。結構めちゃくちゃ、そうムートが強化されたんで、ムートを使ったラバデッキ、マジで鬼お気に入りだったデッキがあるんですよね。の、まあ、ラバムートデッキと、あとは普通にムート入りのディガポイ、僕これも結構お気に入りだったやつが普通に、まあ今回強いのかなっていうので、まあディガポイとラバとか、まああとはなんだろうな、ムートってむずいですけど、まあまあとかをね、また後日出そうと思うんでね。この三重子デッキは意外と、あの多分そんな使えるかは分かんないんでマジで。あ、でも、三重子がどれぐらい変わったのかっていうのがすごい重要ですよね。マジで。10コスと策イコール、まあ 10.34 コスト使ってしまうのでね。まあそれがいいのか悪いのか、よくはないですけど、そこがどんぐらい痛いのかっていうのが、大きいですね。なんで結構回転早めの周りで、まあ三重子以外の部分で防衛できるように回転早めにしましたね。これちょっときついですね。これきついけど、ミラーオブミラー、オッケー、これですよこれですよ。本当にこれを見るとちょっと、あれミラー強くねって思っちゃうんですよね。で実際まあ弱くはないんですけど、まあそんなに強くもない言っちゃったよ。まあ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 、で、まあ、サーシーをミラーしたいんですけど、今ミラーのハイスピをやっちゃったんで、とりあえずカード回して、ミラーがね、手元に来るまで回します。で、ですね、そう、アップで、そう、ナイトが情報されて、あとなんだっけ、クローンがなんかちょっと変わって、全然覚えてない。全然覚えてない。マジで覚えてない。やばい。そんなに大きな変化は本当に三重子しかなかったと思いますね。マジで。
マジで三重詩以外の変化は多分そんな大したことない気がします。あ、吹き矢だ。吹き矢もそのさっき使ったんですけど、マジで変わってない。何が変わったのっていう。圧倒的にただ強いままでしたね、吹き矢も。吹き矢の殴る速度遅くなったみたいなやつなんですけど、全然変わってなかったですね。アホみたいに強いままでした。よいしょ。で、この朝350とか結構削れんくねって思われるんですけど、甘いですね。こっちにはディガーがあるんで。待って、ワンチャン間に合うんかな。あ、いらなかったまであるわ。まあいいや。そう、まあ、最悪、あれですね。まあ、フリーズもなくなって、ロリババなんで、最後の60とか30削りにくいんですけど、今回のこの30紙には、小ジョババがないです。小ジョババはもうね、どっかやりました。小ジョババ捨てて、まあ、ディガーをね、その代わり入れましたね。まあ、ダメージ、そう、最後の最後に削れないんで。で、この相手まだフリーズ使ってますね。まあ、フリーズ、どうなんだろう。5秒が、そう、忘れてたよ。フリーズが5秒から4秒になったから、多分それも結構でかいと思いますね。よいしょ。で、こうしっかり両サイドのマス懸命してあげて、まあ、この辺で言うの出しておくと、ここで、これでネクロ美味しいですね。で、ここにディガー当ててあげて、OK。そろそろミラーサンスやっときますか、一回やっときますか。相手ファイブとかもなさそうですし、でもやりたいんですけど、でもそんなことやってるとこのターン折られちゃうんですよ。なんで、一回、ファイスピで防衛します。ぽい。OK。いや、ファイスピ優秀じゃない？なんか、こう見てると。めちゃくちゃ優秀に見えてきた。よいしょ。はい。まあ、ロリババも強いですね。ロリババも何も修正なかったんですけど、修正入れていいレベルだと思いますね。本当に。使用率も、それ高いと思いますし。で、ここはもう、最後守るだけですね。ぽい。スケルトン。で、アイゴレも出してあげて、この辺にユーロも出してあげれば、ワンチャン戻ってくる。てか、あともう、線とかだったら、ミラー、ディガーみたいなのがないですか。おしゃれに行きましょう、おしゃれに。で、シャシャっていくと、最後削りきれないみたいなことはよくありますからね。これ、ファイスピミラーにしたいですね。ファイスピミラーで、あ、待って、やばい、フリーズされたら終わる。ちょっと待って、え？そんなことないよ。ちょっと待って、そんな変な、いらない。待って、やばい。いや、耐える。危ない。ライトニングとか、え、危ないよ。ちょっとしちゃったっすね。ちょっとしちゃった。もっと楽に、まあ、勝てたはずですけど、まあ、30社ですね。10コス、鬼痛くないですか？鬼痛いっすね。なんか、なんだろう。まあ、エリポンがないから、そんな回転が速くないっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、そんなですね。で、ちょいとさっきデッキラバーとかディガポ言ってたんですけど、一応軽く見せておくとこんな感じですね。このラバームートと遅延ラバーです。遅延ラバー。一時あったやつなんですよ。マジで強いんで。で、あ、まあ、この環境に刺さるかわかんないんですけど、あとは、ムーントイニのディガポイ。で、バルキリーの枠は正直何でもいいけど、前バルキリーでやってて、まあ、ムートが流行るなら、バルキリーも強いし、と思いましてですね。はい、なんで、まあ、ラバとディガポイを後日かな、はい、出したいと思いますね。さっきも言った。そうで、今期は多分ポイズン環境だと思うんですよね。シンプルに、だって普通に考えてください。だってフリーズが弱体化されるじゃないですか。ってことはフリーズがなくなるって考えるじゃないですか。まあまあってなると、ファイブかポイズンかライトニング、ハイムカポイズンかライトニングで、いや、重いな、30し。あ、待って、これ、重いわ。年入る。ファイブカポイズンかライトニングじゃないですか。で、でも30しが熟睡になって、弱くなったことによって、30しは使う人が減るんですよ。ということは、じゃあ、ファイブを入れる必要あるのかってなったときに、ファイブいらないんですよね。そう。だから、そうなっちゃうと、じゃあポイズンかライトニングってなっちゃうんですよ。
となると万能なポイズンでいくねってことでポイズンです。はい、ということで今期は普通にポイズン環境だと思いますね。でもポイズン環境だとこんな僕みたいなのがアイスウィズ系をよく使うんで、まあ、そのアイスウィズ系とにもライトニングがすごい刺さるっていうので、まあ、普通にゴレライとかもなくはないと思いますし、まあなんだろうな、でもポイズンがすごい無難だと思いますね。ゴレムートとかも出そうですし、まあムートも普通に強くなるんじゃないですかねと思います。あとはそんな、なんかときめくものはないですね。よいしょ。さて、やばい、これダックフリー来るでしょ、右。ああ、ファイブか。まあ、こんな感じ、ミラーは何にでもね、役立つのが強いですね。よいしょ。でも、ファイブ打ったんで、また30視点回できます。はい、これ展開。で、まあ、3視点回して、まあ、これジャイに形作られちゃうと、結構苦しいかもしんないですね。まあ、ロリママで。止めてあげる。でここ5打ってきたらちょいっと厄介、まあ厄介ですけど、ここでしっかり高回転で防衛していきますか。 OK。 痛いですね、これ。やばい、これ。さては30子出すとアドになっちゃうから出せないんだけど、出しちゃう。いや、これ痛いっすね、マジで。この2コスぐらい鬼痛いっすね。鬼痛い。あ、なんだこれ。普通に負けた説しかなくないですか。いや、落ち着け。これ最後にディガーミラーで一気に落とす。いきます。ぽい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 。ファイブ飛んでくるな。あ、飛んできた。グッドゲーム。ジャイプリプリ。あ、そうだ、マスケだ、忘れてた。マスケの情報があったんですよ。マスケが強くなったから26だ。そう、26が増えたんですよ。増える。まあ、普通に増える。絶対増える。その、マスケが情報されて、何が変わったっていうのが、ガボは前までマスケ2発だったんですよ。2発で何も変わんないんですけど、そう、ラバのパピ。ラバが破裂した時のパピあるじゃないですか。ちっちゃい犬っころ。ちっちゃい犬っころをワンパンできるんですよ、マスケットが。だから、まあ普通に今まではラバが結構その 2.6 ホグに対して足良かったんだけど、そこがね、逆にもう 2.6 ホグでもラバに普通に勝つ時代になるかもしれないですね。マジでそれやばいっすよ。マジでやばくて、普通にやばい。だからまずそのマスケの火力も上がってるから、ラバを溶かすのも早くなって、ファイボ防衛でまたラバルとかも防衛できちゃうし、なんだろうな、シンプルにマスケが強くなるのはあんま良くない。良くなかったんじゃないと思いますね。はい。で、その26が増えると、じゃあ26に対して何が強いのっていうのが、今までラバとスケラフリーズとか、フリーズだったんですよね。けどフリーズも解放されたっていうことは、26無双じゃねみたいな。言うてむずいんですけどね、使うのが。じゃあ26に勝つのは何ってなったら、ジャイディガですね。ジャイディガ。ジャイプラスのディガー。まあ、ディガーですね。ディガー入りのデッキ。なんで、ディガー系がすげえ増えてくるんじゃないかなと思いますね。ディガーですね。まあ、ジャイディガ。まあ、一番のメタは、26の一番のメタはジャイディガですね。まあ、そんな感じかな。後の修正は、そんな特になかった気がする。なんかあったかな。なんかあったかな。マジでなんかあったかなレベルなんですよね。さてはやばい。いや、でもこれ、優秀マスケッティア。あと1000ですね。で、相手、なんだろう、これトルネファイブゴレとかかな。まあ、ゴレっぽいっすね。なんで、この辺でコスト多分溜まって、ケツゴレかケツダクネとかするから、予想外れ。ただただ外れた。てかトリネ5だから、この三振もこれきついですね。10コスわざわざ使って出したのに、
相手にあれ何コス、トルネ5が7コスとかで処理されちゃうっすからね。鬼辛くないですか、鬼辛くないですか。だって10コス7コスで処理はだっていじめまでいきますよ。本当にいじめレベルですよ。よくないですね。よくない、よくないって、まあ僕が使うから嫌なだけなんですけど。サンジジャパなんだかんだ使いたいですね。だって強いんすもん。なんだかんだ強いんすもん。なんだかんだ強いんすもん。これロリパパプラスのディガーミラーにしますか。あ、待って、ミスった。ん？え？おーおー、ディガーディガーディガー、お前どうした？お前どうした？ちょっとやばい。ちょっとやばい。でも回転イズゴット。回転イズゴット。いや、これやばいですね。これちょっと普通に、なんかディガーが手前に出ちゃったんですけど、さっき。そんな負けた方あります？ほら、あれ。まあまあまあ、ちょっと。事故ですね。事故。まあいいや。でもまあ、あれですね。30死10コスは、多分鬼痛いですね。鬼痛い。なんか、なんかすごいもったいない感がしましたね。10コス出すのに。なんかこれで10コスも使うのかっていう。なんか前まではすごい優秀だったんですけど、10コスでこれってなっちゃいますね。まあなんで今後サンデシがどんぐらいいるのかすごい楽しみですね。なんでまあそこの辺期待しつつ、あとはまあなんだろう、また見ていかないと分かんないですね。まあ、ムートとかマスケが結構増えるんじゃないかなと思います。はい、という感じで、まあ今日は終わりかな。はい、まあ、サンデシたら使ってみて。そんなでしたね。特に鏡もやっぱそんな感じかって感じで。はい、なんでまあ次回ね、このラバとディガポアイ動画出したいと思います。ということで今回はね、お礼にしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。